日本人を出番だということでですね、私は日本全国いろんなところで講演をしたりですとか、まあより良い国を作りたいえ、そしてみんなを素晴らしくこう幸せな人生に導きたいと思ってるわけなんですけれども、一番根本の問題が、 えー、解決されてないなと。えー、これがなんとかならない限り、日本人が本当に幸せな人生を歩んだり、あるいは日本人が本当に復活したりですとか、えー、地球が平和になっていくってことは、なかなか難しいのではないかという問題があります。まあ、日本の中は問題三席っていう感じでですね。もちろんまあ、経済も医療も国防も、まあなんかいろんな問題もちろん横たわってますよ。で、一つ一つたくさん問題はあるんですけれども、やっぱり一番手前にはこれがあるんじゃないか。 っていうのがあります。それ何かというと、ここですね。自分に自信があるかどうか。自分にちゃんと価値を見出せているかどうか。っていうところが、今の日本人は非常に欠けてる方が 多いなと感じます。まあいろんな表現ありますね。自信とか自己肯定感とか自己効力感とか自己有用感とか、まあ心理学的にいろんな表現しますけれども、これを、えー、今日は一括まとめてセルフイメージという言葉で表現したいと思います。まあセルフイメージとは学術的に言うと、えー、心の中に、えー、ずっと蓄積してきた潜在意識の中に蓄積してきた自分は自分のことをどう捉えているかというその意識の集合体のことになりますけれども、まあざっくり言うと、 自分のこと好きか自分に価値を見出せているかっていうことですよね。私はできるって思えるか思えないかこれが多くの問題を作っているし、もうはっきり言いましょうか。自,自己 肯定感、まあまあ、自己肯定感、自己来る感、自己言う感、まあ、まあ、全部まとめて、このセルフイメージというものをきちんと持てていないと何が起こるかというと、例えばお母さんがすごくセルフイメージが低い状態で子育てをすると何が起こるかというと、私みたいなしょうもない人間に育てられたこの子ってかわいそうってなったりですとか、私が所詮こんな人間だから、 あなたも無理だと思うっていう状態とかが起こり得るってことですよね。あるいは企業の中でもセルフイメージが本当に低い上司とかが部下を育てようとしたりすると部下のちょっとした態度にこいつは俺を馬鹿にしとるっていう状態になって無駄に腹が立ったり無駄にストレスが溜まったりですとかセルフイメージが低いがゆえに自分のことしか考えてないような上司なんかがもうご自身の上司になったりすると悲劇そのものですよね。 本当にセルフイメージって大切なんです。これをちゃんと持ててるか、持ててないか。子供の頃にこれをきちんと持てるような教育であればいいんですけれども、まあ今の日本語を見渡してみると、本当にセルフイメージが低い人の方が圧倒的に多い。学校なんかに講演しに行った時に自分のこと好きかいって聞いたりすると、本当に手が上がる。 私の学校なんかでも、私プロのコーチやカウンセラー育成する学校、ユニバーって学校とかやってますけれども、その学校でじゃあ自分のこと好きですかって聞くと、うん、どうだろうみたいな。大人もみんな自分に自信がない。うん。そうやって自分に自信がない者同士、セルフイメージが低い者同士が、本当に相手を大切にし合えるかっていうと、えー、表面的には大丈夫だったとしても、案外依存の関係だったりとか、 とにかくいろんな問題が起こってくるんですね。もう日本経済そのものも、実はなんでこんな偉いことになってるかというと、一番手前根本問題としては、セルフイメージが低いっていうのがあると思います。うん、セルフイメージが低いから、お金が神様みたいになって、これが全てってことになっちゃって、で、もうこれ失っちゃったらもう稼げる自信がないって言って、多くの方がもう自分のところに来たお金は自分のもんだってやっちゃうから、経済が回らなくなって不況になるとか、そんなものもいっぱいあるわけです。 なので、とにかくこの日本全体のセルフイメージをどうやってあげるかってことが大事になってくるかなと思ってるんですけれども、ただ、そもそも論としてですよ、皆さんがもし、今日この動画見ているあなたがですね、私も確かにセルフイメージはそう高くないかなともし思ったんだとしたら、それ、全然間違ってません。むしろ、 正常な反応だと思ってください。あなたのセルフイメージが低いのは、はっきり言いましょう。あなたのせいではありません。 <laughs> まあ、かといって、じゃあ、あいつのせいだ、あいつのせいだっていうつもりはないんですけれども、まあ、例えば、じゃあ、日本の教育、例えば、歴史の教科書の中で、本当に自分が日本人として、あれは自分として、きちんと、えー、自分のこと好きになったり、自分は誰かの役に立てる人間だっていうような、セルフイメージを高められるような教育かっていうと、どうでしょうなんか、日本悪いことした悪いことしたっていうことをいっぱい書かれてたりとかね。うん、しかも、ニュース報道を見ると、お隣の国、 のの C とととか N とかかか K N がでですすねいいっぱい日本の悪口言うもんですからもうあいつら嫌いいいいいつつつららら嫌嫌嫌あああってあちらの国は反日、日本嫌いっていうことを国税として、それでもって国が一つにまとまってるみたいな部分もありますので、まあ、それは叱るべき政策なんですけども、それを、あの、ニュースがやたらとこう取り上げたりするもんですから、もうそれ見てるだけで子供たちは、うん、やっぱり日本人ってすげえ嫌われてんだろうな、とかね、あー私も私で別に全然自分に勝ちながら、 ななないいいいんんだろろうなっていうとところにこうつながっていってたりりですすかあま今の日本の教育がじゃあ自分のこと好きになれるような仕組みになってるかっていうとどうだろうっていうそもそもそれを教えてる先生自体がセルフイメージ低かったりしますからねそうなんですよなので、ね、今の環境の中で皆さんがセルフイメージが低いっていうのは皆さんのせいばっかりじゃありませんよってことも頭に入れておいてください うん、あるいは他の問題として、あの、核家族化みたいなのがありますよね、うん。例えば昔で言うと、家におじいちゃんもおばあちゃんもいて、例えば父はすごい厳しい。<laughs> ドーンと。けど、 おばあちゃんがそれをかばってくれるとかね。父も母もえらい厳しいんだけど、なんか祖父がそれを支えてくれるとかね。そんな色々こう、親、あの、大人たちも、まあ3人4人で寄ってたかって、時には厳しく、時には優しくみたいに、子供たちがちゃんと自分のセルフイメージを持てるような環境が今よりは少なからずあったのではないかと考察しますけれども、これ各家族化になるとどうなるかっていうと、お父ちゃんはいつも働きに行ってて、お母さんは子育てでいっぱいいっぱいで子供にギャーギャー いやいや言うとこれ当然なんですよお母さんだって子育てのノウハウ全部分かってるわけじゃないわけですから、昔はおじいちゃんおばあちゃんからそういうことをね、学んで、しっかり子供に、あの、提供したりできたんですけれども、もう自分の中で自分の感覚の中で、自分の親にやられた通りに子育てしたりすると、ほらもうお母さんだっていっぱいいっぱいになって、つい口うるさくガミガミ言いすぎてしまって、で、お父ちゃんはもう全然ね、仕事ばっかりでもう家庭のことそっちのけ、みたいな。こんなことが起こるんですよ。そんな感じ。 で、家庭環境の中で、じゃあ自分のこと好きになれるかっていうと、ちょっと好きになりにくいですよね。そうなんですよ。だから、今、日本全体がセルフイメージが低いというのはある意味正常な反応なんです。でも、逆に言うと、セルフイメージを高めることがもしできたならば、これはいい人生になりやすいよっていうのを、えー、私自身もすごく体感してます。 なので今日はですね、えー、前半部分でこのセルフイメージの高め方というものについて3つのポイントでお話ししてみたいと思いますし、かつこちらに気になるワードがもう1個書いてあります。誇り。誇りって大事なんですよ。今日本で全然教えられなくなってしまいました。誇りを持ってるから。例えば、日本のこと好きかっていうと、まあまあ、それは好きですよ。自分の国ですから。ってみんな言うわけです。じゃあ日本人として誇り持ってるかっていうと、誇りって何でしたっけみたいな。 自分のこと好きかって言ま,あ、まあ嫌いじゃないですよっていう人も別にいますよ少なからず。じゃあ自分に誇り持ってますかって言うと、誇りって、えっと、あのどうやって持てばいいんでしたっけってなったりする。今の日本というものは、誇りっていう概念がもう欠落してるわけですよね。例えば、江戸時代でもセルフイメージが低い子っていたと思いますよ。 例えば、まあ、あれは幕末ですけど、あの、坂本龍馬さんとかね、子供の頃なんか鼻垂れ坊主でいつもあの、ョン面して、なんかね、あの、強いお姉ちゃんにいつも叱られてみたいなエピソード出てきますけれども、当時の彼はお父さんからもお母さんからも、こら龍馬って言われて、セルフイメージが高かったかって言ったら、いや、多分高くはねんじゃねみたいな <laughs> ところあるんですよね。 じゃあ逆に彼はセルフイメージは低かったかもしれないけど、誇りはあったかっていうと、多分誇りはあったわけですよ。坂本家の息子として。うん。あるいは土佐藩の藩士の息子としてみたいなね。うん。当時はもう藩っていうのが国みたいなもんでしたから、そうやってきちんと自分に誇りは持てていた。けど、今の子供たちは自信もなければ誇りもないみたいな状態になっています。うん。せめて土台として誇りというものがあると、えー、セルフイメージが 要はその上にこうね、あの、なんかこう、木のように伸びていきやすいんですけれども、そもそもの土台としての誇りさえもなかったりするので、今の日本の子供たち、あるいは大人たちもそうだけど、本来の自分の可能性を発揮しにくかったりですとか、あるいは自分に自信も誇りもないがゆえに、周りの従業員だったり、あるいは子供たちに対しても、より良い教育、より良い影響力というものを与えられてない面がすごくあるんじゃないかっていうことですよね。じゃあ、 いよいよです。こっからセルフイメージをどう高めていくかの3ステップをまずお話ししたいと思います。それは、この3つです。セルフイメージを高める3ステップ。まず1つ目。これが大事です。許可。許可って何かっていうと、自分のこと好きになっていいんだよってことですよね。 許可なんです。なんじゃそりゃって思うと思うんですが、ただ見渡してみてください。今の世の中、自分のことを好きになってはいけないみたいな傾向もちょっとあるんですよ。例えば日本って、中学高校で自分のこと大好きでーす自分に自信ありますとか言うと、はあいつ何言ってんのって、ちょっと馬鹿にされたり、下手するといじめられる傾向すらあります。あいつナルシストなんじゃねえのみたいな。自分大好き人間って言葉なんかありますよね。あれって、 なんか悪いですか自分大好き人間自分大好きですけど何かみたいなね。全然悪いことじゃないはずなのに、日本、まあもともと健常の美徳とか、謙遜みたいな文化があるものですから、自分のことをことさらに好きですっていうことは、なんかこう、えー、口はばったいというか、ちょっとはばかられるみたいなところが結構あります。でも、ぜひ覚えておいてほしいのは、えー、 口ではちょっとテクニック的に、いや、私なんてまだまだですよっていう、そういうのはテクニック的に覚えておいていいんですけど、心まで私なんか全然ダメって思う人は全くない。 むしろ、セルフイメージというものは、自分なんか全くダメって思えば思うほど、人生が不幸な方に行きます。どうでしょう例えば皆さんでも、自分に全く自信がない人から物を買いたいと思います。自分に全く自信がない人の話を聞きたいと思ったり、自分に自慢、 すぐ自信がない人の、えー、子供に生まれたいとか思います、えー、結構ね、自分に自信がない、自分に価値を認められないっていうのは、ものすごく弊害が出ます。もう今日はですね、なんか説教臭く,さく、せっかく自分に生まれてきたんだから自分に自信持ちなさいよとか、そんなことは言いたいんじゃ全くなくて、ただ皆さんが幸せな人生を本当に歩みたいんであれば、自分に自信があるだけで人生が変わっていくよってことをお話したいわけです。 そう。セルフイメージが高い人生と低い人生は、とてつもない差が出る。うん。セルフイメージが高いと、えー、別に見た目も、あの、実力も、相対したことなくても、俺はできる、絶対できる、絶対やり抜くんだって言って、とてつもない成果を出せることもある。うん。でも逆に言うと、どんなに高い能力を持ってても、俺なんか全然アガンはっていう状態だと、せっかくの能力を生かしきれずに、 とんでもなく不幸な人生になるってこともあり得るってことなんですね。だからまず一つ目に大切なことは、そっか、自分を好きになっていいんだって自分に許可を出してあげること。うん。自分好きになると得がいっぱいあるらしいぞ。めっちゃ幸せになりやすいらしいぞっていうことを、まずしっかり認識していただいた上で自分に許可を出してみる。で、二つ目です。継続。うん。これまでも動画の中で 自分を好きになる許可出してあげてくださいねって言うんですけど、ヒロさん、その許可がね、出せないから困ってるんですよ。なんか許可したような気はするんだけど、また自分に価値を見出せなくなっちゃって、っていう人いっぱいいます。なので、継続しましょう。 続けましょう。許可を出し続けましょう。何があっても今日を限りに自分には価値がないとか自分なんかもうどうしようもないみたいな考え方をするのをやめ続けるということです。もう世の中こう、もう本当に社会に出るとですね、嫌なことだらけだと思います。もう嫌味な上司がいたりとか、もうあなたのセリフイメージをぶっ壊してくるようなもう仲間だったり、なんか周りの人間だったりがいたりすると、 本当にしんどいと思います。せっかく許可出したはずなのに、なんだ、やっぱり私ってダメなんじゃないかなって思う瞬間もあると思います。けど、今日お限りにもうそんな考え方とはおさらばする。そんなことで私の価値は変わらない。私の価値は私が決めるんだって思っていただいて、誰に何と言われようが、世界でたった一人の、もう宇宙でたった一人の津田弘明なんだっていうことを大切にしていただいて、 自分を本当に、えー、好きになる。自分は価値ある人間なんだって思う。その意識を継続していただくことがすごく大事になってきます。うん。何があっても今日私は自分を大切にしよう。何を言われても今日私は自分の価値を失わないようにしようって自分の中で思い続けられるかどうか。あなたのセルフイメージをぶっ壊しに来る人っていっぱいいます。 けど、あなたはあなたの人生の主人公であり、周りの人はみんな脇役ですから。だからこそ、たまにはそんな悪役がいたって言うわけですよね。でも、そんな悪役にも負けずに、私は立ち向かっていくぞっていうことが、すごく大切になってくるかなっていうことです。三つ目、来ました。実践。 あとはテクニック的な部分です。これまでの動画でもいっぱいお話ししてきました。もうなんなら津田広明セルフイメージ、津田広明自信とかで検索していただくといっぱい動画出てくると思います。笑顔の力を大切にしてみよう。動きの力を大切にしてみよう。とか、自分に価値を感じられるような、えそんなコツとかポイントいっぱいお話ししてます。もう見た目からまずは整えてみようとか、付き合う人を自分で選択してみようとか、 うん、あるいは自分自身で名乗りを変えてみようとか、自分の人生の目的を知ってみようすると、自信が崩れにくくなるよとか、様々なことをこれまでもずっとお話してきました。でしてもそういったものを掘り起こしていただいて、えー、自分の中でこれをやってるうちは、あるいはこれを持ち歩いてるうちは、この実践を続けているうちは、自分が絶対に自分を嫌いにはならないっていう、その実践をし続けていただくこと。 うん、それをやっていただくと、皆さんの中でセルフイメージというものが確立してくると思います。うん、で、これ、すごい大事なことをお話しますけれども、セルフイメージが今日、今、この段階で低いって、いいことですからね。すごくいいことですからね。今日、この動画を見て、私、セルフイメージ低いわ。こんなん全然できないわって、もし思ってたとしても、全然 OK。 なんでかっていうと、私自身も、これが、すごく低い人間だったからです。全然自分に自信ない、うん。ずっと比較されて育って、ずっと否定されて育って、ってなってくると、この,のも持ちようがないわけです。うん、しかも、これまでの動画でもお話ししましたけれども、えー、やんちゃ坊主だったもんですから、小学校の先生からも、小学校3年生の時に、こんな最低の子供に初めて会いました。 どうやったらこんな子供に育つんですかってことを家庭訪問で言われたりですとか、もうこんなもの持ちようがなかったわけですよね。あ、僕って全然あかんねえよな。うん。周りのなんか尊敬していた大人からもずっと言われてました。広明なんか全然無理って。うん。お前には無理って言われながら育ちました。ずいぶん大人になってからです。これの重要性を気づいたのは。コーチング、カウンセリング、アドラー心理学、そういうものを学ぶようになってから、 自分に価値を見出すことが、どれだけ大事なことかってことに気づいて、そしてこの3ステップをひたすらやり続けた結果、あ、僕ってこんないろんなことできたんだとか、自信はないけど、一歩踏み出してみた結果、何かができて、あ、できたって言って、またちょっと自信がついてきたりとか、そんなことを積み重ねてぐる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 、これを1番、2番、3番回しながら、セルフイメージが高まれば高まるほど、 自分の影響力が増していったり、自分の周りの人がどんどん幸せになっていく姿を見て、そんなに大事なものだったんだと、改めて思って、今皆さんにお伝えしているわけですよね。だからこそ、今皆さんが今日この瞬間セルフイメージが低かったとしても、全く自分を責める必要はないですし、むしろ今セルフイメージが低かったってことが、1年後に、3年後に、また誰かの勇気になることがあるかもしれない。 うんね、例えばこの動画を見てくださっているもう田中さんとかがもう1年後とかにセルフイメージめっちゃ高くなったら「あの田中さんそんなセルフイメージ低かったって信じられないんですけど」って言われる人間になれるってことです。じゃあ僕も頑張ろう、うん、そんな、えー、本当にね宝物にすらなるはずなのでここしっかりまずは、えー、1番2番3番回していただくということそしてこちらです。誇り 今日本人に欠落しているもの、学校ではなかなか教えられていないものですよね。多くの学校の先生方もじゃあ子供たちに誇りを教えれるかっていうと、これなかなか難しい。うん。誇りとはそもそも何なのか誇りって土台です。誇りの上に本当は自信が成り立っていくはずなんですけれども、そもそもこの土壌がないもんですから、 もうみんな水耕栽培みたいになって、なんかこうピロピロっとしたですね、なんかあの細いかいわれもやしみたいな状態になってしまうっていうあの感じなんですけれども、じゃあこの自分自身として、あるいは日本人としての誇りを持つにはどうしたらいいのかというと、この3ステップです。誇りを持つには、まず一つ目、親孝行です。誇りって自分一人じゃ持てないんですね。 誇りとは必ずつながりの中で持つものです。まあ、セルフイメージもそうっちゃそうなんですけど、まあ、最悪セルフイメージは自分一人でも開き直れば持つこともできます。けど、誇りだけは絶対につながりの中でしか作ることはできない。からこそ、まずはいきなりハードル高いですけれども、 親孝行してみる。親孝行って別に親になんかこうお金あげるとか、えー、ケーキあげるとか花束贈るとか、そんなことばかりではなくて、皆さん自身がまずは幸せに生きる、えー、安心させられるような生き方をするってことが、えー、第一前提になりますし、かつ親孝行しにくい親もいっぱいいると思います。うん なんか、父親といろいろある、母親といろいろあったっていう方も少なからずいると思うので、これは無理のない範囲で結構です。えもう精神的な、こう、なんていうんですかね、あの、なんていうんだっけ、精神的抵抗感っていうのがすごくこう出てくる場合もあると思うので、あの、無理のない範囲です。まずは皆さんが幸せに生きる、ちょっと親と心だけでもいいので繋がろうとする。 一日一回でもいいので、えー、親のことを思い、親の幸せを祈ってみる、えー、こんなレベルからでも結構です、うん。いきなりなんか電話かけろとかね、お父さんお母さん産んでくれてありがとうとか、もちろんそれはやった方がいいですけども、ハードルが高い部分もありますので、ねうん、ただ、もし可能であれば、 誕生日にお父さんお母さんに産んでくれて育ててくれてありがとうっていう思いを伝えに行ったりとかお父さんお母さんの誕生日だったり母の日父の日なんかにもプレゼントしたり優しい言葉をかけたりとかこれをし続けるっていうことはやっぱり自分というものに誇りを持つ自分の中に根っこを作るっていうためにものすごく重要なアプローチだったりします例えば自分のこと大嫌いだって言ってた私のクライアントさんが私のコーチカウンセリングのセッションを で、これを提案しました。ぜひ親孝行しておいで。あんだけ憎んでたお母さんと、もうね、あなたも大人になったんで、二人でご飯食べといて、いや、絶対無理ですって言ってたんですけど、ぜひね、一回誘ってみて、で、自分が生まれた日、自分を産んでくれた日、お母さんがどんな思いだったとか、お父さんがどんな思いだったかっていうのを聞いてきてください。 もう私に言われたもんで、しぶしぶながら実践した結果、涙涙で、実は自分が愛されていたってことをしたって言って、自分に誇りを持てたり、セルフイメージも一緒に上がったり、そんなクライアントさんもいました。ので、うしても一番無理のない範囲でやってみてほしいってことと、二番これ大事ですね、お墓参りです。 まさに私たちのこの体、肉体、そして心も含めて、何でできているかというと、お父さんお母さんであり、おじいちゃんおばあちゃんであり、ご先祖様の集合体こそが私たちであると。そして、もう昔からですね、とにかくご先祖様を大切にする、ご先祖様と繋がることこそが最高の成功法則だ。 で、そんな言葉もあるぐらい、え、お墓、まあ、お墓が遠い場合は心の中で思うだけでも結構ですが、親だけでなく、おじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんおばあちゃん、あるいはご先祖様とも、ちょっと繋がろうとしてみる。私ももう4人ともおじいちゃんおばあちゃん、あの世に帰られましたけれども、毎日思います。おじいちゃんおばあちゃん今日も頑張ってるよ。見ててね。いつもありがとう。そうやって。 思いを馳せるだけで、ご先祖様とズボッとなんかこう、パイプが繋がってですね、もうなんかエネルギーとか活力とか出会いを送り込んでくれるみたいな、そんな体感を私自身もすることがあるので、2番目のお墓参りとか、え、これもちろん、あの、行けるならしょっちゅう行った方が し、あのご無理のない範囲で別に一年に一回でも半年に一回でもいいんですけども、ご先祖様とつながろうとするということを大切にすると、やっぱり自分の中に根っこが生えてきます。おじいちゃんおばあちゃんにもらった大事な犬じゃんのような例えば。 親父おふくろのことは嫌いだけど、でも、おばあちゃん優しかったよな。おばあちゃん一生懸命生きて、こうやって僕に命つないでくれたんだよなっていうこともあり得るってことですよね。なので、親経由でもいいし、ご先祖様経由でもいいので、自分の根っことしっかりつながろうとしてみることから、自分の中にまた誇りってものが芽生えて、ますます人生というものが生きやすくなったり、それこそ成功成長もしやすくなるということもあります。三つ目これが一番大事です。ご先祖様や。 日本のことを知るってことです。おじいちゃんおばあちゃんどんな人だったおじいちゃんおばあちゃんの生年月日言えるでしょうか非おじいちゃんおばあちゃんの生年月日も含めてどんな人生だったのか一人一人のストーリーを語れるでしょうかう私で言うと、えー、例えば祖母、祖父母というのは大正の生まれですけれどもみんなあの昭和という激動の時代をもう戦時中を 命からがら生き抜いて命を繋いでくださったっていうお一人お一人の中にもう聞くも涙の物語というのが存在しますそういう話をちゃんと知ったり聞いたりすると自分の命というものがどれぐらい尊くそしてかけがえのないものなのかということがよくわかります皆さんでも例えばお孫さんが生まれたとしたら絶対不幸になってくれとか 思いませんよね。ひまごさんが生まれたら、もうそんなもん絶対不幸になりやがれとか思うわけもない。そうなんです。もう孫もひまごもやさごも可愛くて可愛くてしょうがないし、もしあの世というものがあるんだったら、今でも幸せになれよって思い続けて祈り続けてくれてるかもしれない。って考えると、ここに思いを馳せ、どんな生き方だったのか。 何を残したかったのか、何を大切にしてくれていてんだろうっていうことをきちんと、えー、思うことによって、ますます根っことつながって、自分というものに誇りを持てるようになる。今の津田博明はまだまだだ。けど、おじいちゃんおばあちゃんがお父さんお母さんが命がけで守ってくれた命なんだ。必ず大輪の花を咲かせるぞ。とか、うん、今の今日のあなたがどんなにセルフイメージが低くても、 ちゃんと応援してくれてる存在がいます。そことつながることによって私たちはやっぱりより良い人生になれると思うし、本当にもしあの世みたいなものが存在するとしたら、今の日本をどう思ってるか、今の地球をどう思ってるか、より良い日本と世界の地球の未来を作ってくれよって祈ってくれてるかもしれないで、そのまさにご先祖様の代表として、ご先祖様の先頭を走る トップランナーとして、本当に命の助けを胸にかけてですね、これからもまっすぐ歩むことからセルフイメージが始まっていくのかもしれないですし、ご先祖様の思いとの集合体でより良い地球の未来を作っていこうじゃないかということが私自身の心からの願いでもあり、そして使命でもあります。今日から皆さんが素晴らしい人生となられますように、また私もお祈りしております。 YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございます。ヒロのメルマガ、ヒロメールはですね、毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報、ほっこりする話、感動する話、えー、お届けしてますので、ぜひご登録の方お願いします。もちろん無料です。それでは行ってらっしゃーい。